舐めてるんですよ、だからマジで。代表社長がこうだって言ってることにずっと反抗してるんですよ。意味が分かんない。え、今どんどん定めた言葉を破るんだったら決めない方がいいって思っちゃうんですよ。青さん、ちょっとだけお話聞いてもいいですか？大丈夫ですか今？はい。あの初日撮ったじゃないですか。はい。はい、あの時のなんか最後の方になんかランさんとまあ揉めてじゃないですけど、なんかちょっと言い合いになってるようなのが聞こえてきたんですけど。ああ。僕がもうその社長に言ってたのが、はい、あの社長と代表が店のルールやと。なるほど。はい。それに対してじゃあルール変えましょうよとか、社長の号令に対して。まあ背くようなあの発言があったんで、舐めてるっすねあいつらっていう話をしたんですね。テーブルマナーができるとかそういうところができて、もうこれは当たり前で、そこに対して人に注意されてるようじゃダメで、できてなきゃいけないことをこれをやれよって言われてる時点で自分のレベルが低いってことに気づいてほしいし、代表とか目指せる任せるよって言われるような人間になりたいと思いますね。従業員に愛がないと多分できないんで、たくさん関わり持つようにしてます。なるほど。まあ名実ともに一番の店になれるようにっていうのが、まあ多分ざっくり僕の中にある、まあ、後輩に何かをしてあげるっていうことの理由の一つであるかもしれません。組織として、はい、社長と代表についてってるんでって、でルールも社長と代表が元で、はい、最終的なあの指示は出てると思ってるんで、そこに対してガタガタ言うのってどうなんすかっていう、僕の中ではなしなんで、社長と代表のもうこうだって言ったことにいやいやとか言うのも、はい、でそれでじゃあ代表とか社長の威厳っていうのも損なわれて、じゃあ別に聞かなくてもいいんだってなっちゃったら組織として破綻しちゃうし、そういう子たちが増えれば増えるほど自由度っていうのを履き違えて言いたいことだけ言う組織になっちゃうんじゃないかなっていうのが、まあ僕の心配だったんで社長になんか感情こもっちゃったんですけど、舐めてるっすよあいつみたいな。ここ最近のホストクラブじゃないですか、プラチナはなんかそのちょっとなんていうのかな、教育的指導の側面から見てもすげえ丸いんですよ。優しさをぬるさと履き違えちゃってるのかなっていうのは、今のプラチナのダメなとこかなっていうのは、そうですね、ちょっとまあぬるいのかなって思ってます。いろんな側面、個人の意見が尊重されすぎるっていう、うん、はい、ちなみに今日青さんがタワーやるじゃないですか、はい、あとは誰がやるんですか？お客さんの来店です、いらっしゃいませ。今日は青がタワーで、明日ゼロがタワーで、16日もゼロがタワー。あ、ゼロさん2回連続で17日、18日なしで、19日僕が最後あタワー。僕せつなさん大好きなんですよ、うん、時にせつなさんがその周年に力を入れてるって言ってて、あそこで力になりたいなと思ってやっぱやったんですけど、そのやる気ないやつがいたりとか、タワーにホール中にその人たちにブチ切れ出す。あそうなんですよ、毎回入ってお客さんが泣いちゃって、帰る時にそのお金払って、僕の言ってることは間違ってないと思ってるんで、だから身を守る、そうそう、そう開けてお客様が、その従業員がちゃんとコール中にやる気なさそうに見えただけで、それが見えただけで、残して全部じゃあそう見えないのやっとけよみたいな。
だってディズニーだったらみんな笑顔でやってるわけじゃないですか。やりたいそれぐらいのことできないって僕からしたら、なんで笑顔でシャンパンコール声出して笑顔ぐらいできないのって話なんですよ、僕からしたら。それもプラス6の役職上だったんですよ。最後それまで全部主任以上の方だったんですよ、僕からしたら。歯みたいな感じじゃないですか。もっとこう飲んで、なんで僕以上の役職の方がそこ出したいんだよ。その役職の方にも切れたんですか。言ったっす。だってありえなかったんで、僕からしたら。だって誰でもできることない、シャンパンコールっすよ、別に変なテクニックいるとか話じゃないんすよ。まあ確かに確かに、それできないの意味はないってあって、幹部ミーティングで僕は挨拶ありがとうございましたといらっしゃいませと、シャンパンコールは絶対みんな声出せって、全力で声出せって言ってたんですよ、僕。でそれが言ってた、何回も言ってたのに、それが起きたんですよ。僕は言ってたっていう気持ちだったんで、なんで言ってたのできねえんだっていう気持ちだったんですよ。まあその時に感情的になって強く言っちゃったんですけど、でも言い方は良くなかったなと思って、やっぱちゃんとそれを伝えられてない僕たちが悪いので、正直なんで、まあ、ちゃんとそこに関してはどこまで楽しんだか、せつなさんと相談して、やっぱどうしたら下に言えるかなっていうのを考えないとなっていう、まあそうですね、なるほど、そういうことがあったです、はい、じゃあ終了始めます、おめでとうございます。お疲れ様です。まあ初めての試みでね、あの1週間、6日間か、6日間あのやってみたんですけど、あの件に関してだとかいろんな問題はあったと思うんだけど、ただ俺が言いたいのは、何て言うの、ルール上だとかそんな関係なく、仲間がやってる、盛り上げたいと思ってやった、その例えば工具のシャンパンだとかタワーだとかもちろんそうなんだけど、それを全力でみんなであの応援できるような、盛り上げれるような組織でいたいから、俺は。まあ議論もそうだし、もうここ最近のもう本当にイベント始まってからの話が多いんだけども、うん、そうやね、まあ、とにかく、そうやな、みんなでこのイベントをせっかくやるんだったらみんなで盛り上げたいから、うん、そこに関して皆様協力してください。以上です。はい。まあ周年週間初めての試みでやってみて、いろんなあれが出たりあのしたんだけど、まあ代表が言ったようにあの根本は、自分がむあの手に胸を当ててベストな営業できたのかなっていうところだけだと思うんで、まあ、結果どうあれ今の現状今の、レベルって言いたくないけどここなんだなって受け止めて、でも、好きでいてくれるから多分今みんなプラチナで働いてくれてると思ってるし、誰か一人がめちゃくちゃ頑張って誰か一人が例えばだけどね、店で今日1億売った人がいたら、そいつがいるからすごい店じゃなくて、なんか地に足つけてやっていかなくちゃいけないことはやっぱいっぱいあるのかなって純粋に思います。あれはもちろん言わなくてもみんな大人なんで分かってると思うんで、どういう店にしたい、どういうふうに働きたい、どういう先輩がかっこいい、どういうふうなホストになりたいを、まあ、イメージしてやってほしいなっていうか思います。誰かが主役のイベントじゃないからこそ、1ヶ月目の人もいればね、ひろきさんみたいに11年間周年を見てきた人もいる中で、思い入れはね、店に対する愛情も違うかもしれないけど、高校役じゃないけど、一人はみんなのために、みんなは一人のためにっていうのは俺はすごい好きな言葉なんで、そこをイメージしてやっていきましょう。以上です。はい。店の統率としては弱いのが、まあ、現状出ちゃったな、のが分かったなっていうか、過去11年間の中で一番それが分かったなっていう、こんな代表がネガティブっぽいこと言ってるのはよくねえとは思うんだけど、でも俺が思ってたのはみんなが同じ方向を見るのは無理だ。あのシャンパンタワーに誰々さんが行ってないとか、そういうのが結局それってせつなさんがぬるいからじゃないですかみたいなことを言われて、